夜のレネーヘンリー・セゲルストロムコンサートホール外観。昼のセゲルストロムホールの外観。セゲルストロム芸術センターは、1986年に開業したアメリカ合衆国カリフォルニア州コスタメサにある舞台芸術の施設。1995年のアヤ・ゴールドメダルをはじめ、数多くの受賞歴がある建築家、シーザー・ペリによる設計である。 パシフィック公共楽団、フィルハーモニックソサイティー・オブ・オレンジ・カウンティー、パシフィック、コラールの本拠地となっている。ローレンスクリスティーナ・ダッチ教育センターには、パフォーマンス用スタジオと、ボーイング教育研究所が所在している。フォーマルなカフェ、レザビーズカフェラウンジと、カジュアルなカフェ1軒を併設する。セゲルストロム芸術センターの一部であるレネー ヘンリー・セゲルストロームコンサートホールには、ウィリアム・ジェイガレス P コンサートオルガンと呼ばれる、コンサートオルガンがある。パイプ数は4322本、ストップ数は75で57独立ボイス、それぞれ61ノートの4段のマニュアルキーボード、32ノートのペダルキーボードである。重量は30トン近くあり、組み立てと設置におよそ42000時間を要する。ありがとうございます。